はい、おはようございますお声というものです初じましての方はじめまして寝起きで3本目ですね動画はい指示紹介やっていきたいなと思いますまあ3個輪ゴムでくっついてたっていう話をね第1弾のえー、っとなんだっけタイムマシーンの話の時にきましたけどもはいこちらでございます最後、えー、チャラさん最後になります3枚目まあまだ持ってると思うけどねいつか多分来ると思いますけどもはい、えー「光と私」というシングルになりますこの曲も知らんなはい、えー、レンタル郎チですね珍しく珍しくもないけどはい 最近この8センチシングルをレンタルしてるいわゆる TSUTAYA とかゲオとかそういうなんかレンタルビデオ屋さんみたいのってもうないですよねはい僕はもうこういうのは本当に中古でなんかこういっぱい CD を買った時に入ってたみたいな感じなんで、はい、もう本当にどこから来たのかって感じですねなんかでもたまになんか「a y a 何々店」とか書いてあるの見るとあそんなに遠くから来たんだなって思うことたまにありますけどねまあこれは書いてないんで分かりませんがはい。 えー「光と私」という曲とタイムマシーンのそううまさにこれですよねこれこれの、はい、タイムマシーンのアコースティックバージョンが入っておりますまあタイムマシーンの次ぐらいに出たシングルなんでしょう多分98年タイムマシーンが97年7月これが98年10月ちょっと開いてんな。 間に何個かありそうだな。はい。ということで、えー、こりでした。はいこ。こんな感じで終わりにしたいと思います。えー、チャラさん、3部作いかがだったでしょうか。全部。まだ見てないという方はぜひ見てください。もう上がってると思うんで。ということで、えー、こりでした。また次の動画でお会いしましょう。少しでも皆さと思ってくださいました。高評価ボタン押す、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今現在、チャンネル登録者数が482人ということで、あと8人で490人なので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、えー、あと Twitter、Instagram、TikTok のがあるのでぜひぜひチェックよろしくお願いします。ということで、ほこりでした、えー。そろそろ水を飲もうかなと思います。声が出ないんで。はい。 いここでしたまた次の動画でお会いしましょう。これだっけあこれだバイクロマルー